はい、こんにちは。作家川瀬の世界一周旅女子ラジオ、川瀬恵子が旅女子にぶっ飛んだ旅の話を聞きまくるという番組です。提供はパークアベニューの格安外語スクールの沖縄ピース外語スクールです。今週のゲストも、フジロック、先週も出ていただいたんですが、フジロックフェスティバルやに何度も出演したり、ヨーロッパのフェスティバルに、有名な巨大フェスなどに何度も出演している、フリージャズのオーケストラ、渋沢知らずオーケストラというバンドでダンサーをされていた南香江さんです。香江さんは世界中を踊りながら旅しているとのこと。それでは香江さん、一言どうぞ。はじめまして、南香江と言います。先週も話させていただいたんですけど、川瀬さんに呼んでいただいて、旅の中で踊ることについて話させてもらってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ今週も日本とインド、アートでつなぐ、ウォールアートプロジェクトのウォールアートフェスティバルについてお話を伺おうと思います。うん、はい、そこで、前年のこのウォールアートプロフェスティバルでも参加していた、先週の話の続きでもあるんですが、うんうん、これ3年に一度、2年、毎年やってる。それは決まってはいなくて、そのインドとの関係性で、うん、呼ばれていく場合もあるし、こっちがこうね、ここでやろうかって言って話を持ちかけてやる場合もあるしっていうので、その毎年やるよって決まってるわけではなくて、で、いつっていうのも別に決まってなくて、お互いのつながりの中で決まっていくって感じで、そこで、先週は2016年のウォールアートフェスティバルの話だったんですが、2016年に参加して2015年からも参加されていた、マユールさんとトゥシャールさんという、ワルリガアーティストさんのお話を聞こうと思います。まずワルリガって何ですか？その前にね、そのウォールアートプロジェクトって何かっていう話をちょっとしたいんですけど、そのウォールアートっていうのは英語で言ってるんだけど、日本語にすると、壁の絵、壁画みたいなことで、壁に絵を描くプロジェクトっていう意味で、だから学校の教室に絵を描いて、教室のその壁、で壁だけじゃなくて天井とかたまには床も含めて全部に絵を描いて、だからプラネタリウムみたいな感じですね。わって、なんか立体的だね。そう、立体的。360度なんだ。だからもう絵に囲まれるみたいになるんよね。床にもあるんだもんね。床に描くこともある。でも大体は壁と天井。でも天井にあるのもショックだね。そう、天井結構。天井があるとないではもう全然違うね。3D。 そう、 3D。 そう、なんか日本だとあんまり壁に絵がある状態って慣れてないじゃないですか。でも結構インドって壁に絵があるのとかが日常の中で、街の中でも結構あって、そんなに特別じゃないんですよね。でヨーロッパとかもそうだけど、ね、結構なんかストリートアーティストが壁に絵描いてたりとか、スプレー缶で絵描くみたいな、そういうのね、ストリートっぽいそのスプレーで絵描くだけじゃなくて、結構もう大きいビルとかにも、ビルディングとかにも絵描いたりするんだけど、で結構だからそういうね、世界では、他の国ではそのウォールアートっていうか壁画みたいなものは珍しくなかったりするんですけど、そう、それでそのウォールアートプロジェクトっていうのは学校の教室の中に絵を描いて、お祭りをすることで、なんか学校に行くのが普段ね、なかなかこう行くタイミングがなかったり、家のね手伝いが大変で学校に来るきっかけがなかったりする子どもたちが、お祭りきっかけで初めて学校に来て、それで学校ってこういうとこなんだみたいなので、それをきっかけになんかこうちょっとつながりができていてっていう、学校に行けない子どもたちもいっぱいいるんだ。お金かかるんだよね、学校に行くのって。だから日本と同じみたいにお金がかからない学校とかかる学校があって、まあ、それは一緒なんだ。家の手伝いをしなくちゃいけないから学校行けないみたいな。そうだからやっぱりね、もう子どもも思いっきり、ね、仕事の、農業だったら農作業でとか、洗濯する仕事をしてる家族だったら洗濯するね、力になってもらえるから、その家でやることもいっぱいあるから、学校に来れない子どももいっぱいいて、そういう子たちがそのつながりを持つっていうようなことで始めたプロジェクトで。そこでなんかゴンドガとワルリガっていうなんか2種類の
インド得意のそのマユール地、え、何地方、うん、あのね、これね、ゴンドガとワルレガだけじゃないと思うんですけど、まあ、いろんな絵があるけど結構有名な日本画みたいなジャンルの、そうそう、絵のね、うん、描き方のそのジャンルで、うん、ワルレガっていうのとか、うんうん、ゴンドガっていうのとかがあって、うん、で、まあ、私がその関わってたのが、うん、ワルレガっていう絵を描く人たち と、うん、一緒にあのやってたんですけど、プロジェクト、ワルレガってどんな絵、うん、ワルレガっていうのが、うん、茶色と白を2色だけなんですね、ベースになってるのが2色 で、うんうん、でその背景が茶色 で、うんうんうん、で上で描く絵ラインが白なんだけど、うん、その茶色の部分っていうのが、うん、土から取って、うん、土を採取して、うんうんうん、ちょっとあのふるいにかけて、うんうんうん、それを、もう色として使うのと、あと牛糞、うん、牛の糞を、うん、あの色の画材として使う、うん、たりするのね。そう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 、牛糞で家作るとかは聞いたことある。あ、そうそうそう、牛糞で、そう、実際私牛糞でも家作ったんですけど、この同じプロジェクトで、うん、そう、それはまた ね、また違う時に話すかもだけど、うんうん、そうそう、牛糞でそう家を作ったり、あと燃料にしたり、こうやって絵の画材にしたり、もう牛の糞がもう大活躍なんだよね。そうそうそう。そうで、その背景の茶色が牛糞の茶色と土の茶色でちょっと色のトーンが違うね。うん、そう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 、うん、で。うん、と土の方がちょっと赤茶になったりとかするんだけど、うん、牛糞がもうちょっと黒っぽかったりとかして、うんうんまあ、とにかく茶色のトーンの上に、うん、白は、米の米お米を、砕いて、うん、で、竹ペン竹を削って、うん、で先っぽを尖らせて竹ペンにして、うん、その、米の粉を水で溶いたやつを画材にして白いラインを茶色の上に描いていくっていうのがワルレガの画法で、なんか原始の絵画なんだ。めっちゃ原始でしょ素材がプリミティブだね。そう、土とか牛糞とか米粉っていう、なんか昔の日本が、うん、あの漆を使ってたとか、うんうん、あとなんか何、うんうん、あの、うん、日本画の画材って石から取ったりするじゃない、うん、あ、ねえねえ、石を砕いて日本画の画材にするみたいな、うんうん、あんな感じですね。国の文化なんだね。そうそうそう。それでそれがだから何千年も前から受け継がれてて、3000年って言ってたけど、うんうんうん、ずっと同じ画法で、で人間が三角形の体をしてて、うん、三角形の体が2つ、上半身と下半身があって、うんうんうん、そうっていう風に描かれてて、あのベースの画法は一緒なんだけど、うんうんうん、描く人で全然世界観が変わるっていう不思議な絵なんですよね。シンプルなんだけど、シンプルだから余計なんかこう描いてることが浮き上がってくるっていうか、うん、私もでもね、この、あの、うん、ウォールアートプロジェクトに関わるまで全然知らなくて、全く知らなかったんだけど、うん、初めて生の絵を見た時にもうぶっ飛ばされて、うん、なんで？いや感動して、なんかなんていうのかな、いろんな絵が使われてる絵っていうのもその色から来るエネルギーで感動とかするけど、うん、たった2色の白と茶色だけなんだけど、うん、なんていうの、描かれてるものが例えば、うんうん、植物、木とか花とか草とか、あとお米とか、で普段自分たちがこう、ね、一緒にいる牛とか馬とか、生活日常、そう日常なんですよね。だからあの本当畑耕してるのとか、あの川でなんかこう、泳いでるとか、海で魚釣ってるとか、川でなんか釣ってるとか、あと鳥が飛んでるとか、あの踊ってるとか、ご飯をなんか火で炊いてるとか、家の中でなんか編み物してとか、なんかとにかくそういうなんか日常の絵を描いてるだけなんだけど、なんかそのデザイン的なものなのか、その絵の配置っていうか、すごい宇宙感があるっていうか、あの壮大なんですよ、宗教画みたい。そう、壮大なの。壮大なんだ。そう、なんでそうなるのかなって思った時に、生活描いてるのに壮大になるんだ。そうそう、だからなんか描いてある一個一個はそうやって本当にね、うん、あの畑を耕してるとか、うん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 、ご飯食べてるとかの日常なのに、そうやってなんかこう宇宙感があるっていうか、壮大な感じがするのは日常の中に神様がいる、そうそう、なんかそんな感じが
なんかこの絵の中っていうかインドにいるとずっとなんかそんな感じがなんとなくわかる。あって、うん、あねね、うん、インドいるとなんか神様近いんだよね。そうなんか祈りが近いしさ、そうそう祈りが日常に近いんだよね日本よりも。そうなんかそれが、うん、なんでなのかなって思ってて、うんうん、そうじゃあな神様って何みたいな話になってくるんだけど、うんうんうん、そうそうそうなんか。そのマイルドとシャールのいる村は、うんガンジャード村っていう名前の村なんですけど、そう、その村のね神様っていうのはね、うん、なんかこうそこら辺にボンってある岩とか石とかに赤い点がポンってしてあって、うん、ただそれだけだったりして、普通に歩いてて、うんうんうん、ああこれ神様だからねって突然言われたりとかして、石に赤い丸の点が書いてあるのが神様なんだ。たったそれだけなんだけど、そうたったそれだけなの、点が書いてあるだけなんだけど、なんでそれが神様なの？なんかそのねそのつけた人は多分その他の石とその石はちょっと何か違うっていうものを感じたんだと思うんだよね。だけどすごい素朴なの、ただ赤い点が書いてあるだけで、なんかそれが掘って造形されてるとか飾られてるとかも何もなくて、ただ赤い点が書いてあるだけなんだけど、なんか日本の大きい岩を信仰するみたいな、うん、巨石的な、なんかそういうそこにつながる、うんうんうん、日本って壮大でっかいものに富士山すげえみたいなんだけど、あ、ね、こっちのがもっと土着な、そうなんかね、なんか日常に神様がいるんだね。そうそう、だからそれも別にすごい大きい岩だけ選ばれてるわけでもなく、そうね、神様いっぱいいるんだねきっと。そうだから我々はでかい岩見てうわって思うけど、向こうは小さい石をいっぱい見ていっぱい神様がいるんだ。そうそう、でも なんだよね、だから大きさとかじゃないんだろうな、うんうん、みたいな感じで、なんか自然に神様がいっぱいいるんだ、うん、そうなんですよね。だからなんかガネーシャとかのヒンドゥー教とは違うんだ、うんうん、そう、そういうなんかヒンドゥーのね、例えばガネーシャとか、ヒンドゥーだもんね、そうそう、うん、ガネーシャとかね、なんだっけハヌマンとかいろいろ神様いるけど、うん、そういうようなヒンドゥーの神様より、うん、なんかそのマイルとかトシャールは地元の、うん、もう本当普段自分が散歩してるとこにある、うん、石に赤い点がある神様をもっとなんか気軽に大事にしてるっていう か、うん、だからすごい崇めるとかじゃないんだよね、なんか自然に信仰だ、ふわっと信仰してるっていうか、信仰っていう感覚よりもうちょっとなんか自然に大事にしてるみたいな、大事にしてる、そうそう、そんな感じで、うんうん、なんかだから力が入ってないっていうか、そこがいいなと思って。そのマユールとトゥシャールっていうのはどういう人たちなの？うんうん、ね、マユールとトゥシャールっていうのはそのワルリガっていう絵を、うん、描いてる、うん、描いて生活生きているワルリガの絵の描き手さん、うん、アーティストさんで、アーティストで、うん、トシャールがお兄ちゃんで、うん、マユルが弟で兄弟なんですけど、で2人でね一緒に1個の作品を描くんですよ、ね、うん、1人が1作品じゃなくて、うん、2人で同じ作品を作るの。へえ、そうだから2人で1個の絵を描くんだ、そんなバラバラになったりしないんだ、うん、ならないんだよね。不思議。どっちが どこを描いたか分かんないぐらいに2人がもうシンクロしてて、本当にいつも静かに描き始めて静かに描き終わるんだけど、うん、描き始めてどっちか描いてて、うん、じゃあ俺はこうするねとかいう話をしてるのもほぼ聞いたことなくて、なんていうのかな、もう多分いつも自分たちが相手が何を今しようとしてるかとか、うん、今この絵を描くにはどういう何が必要かとか、多分お互いもうずっとシンクロし合ってて分かってるっていう感じで、もうなんか本当に気持ちいい、なんか踊りで例えると本当になんかその2人のデュオで、うん、呼吸がもう合ってるデュオを見てるみたいな感じ。入ってるとこ見てみたい。そう、めっちゃいいよ。すごいね、お互いの、そうそうそう、何お互いの気を感じ合わせながら描くみたいな。でそれも別になんかこう力が入ってなくて、うんうんうん、すごい自然。ええ、いいな。普段もすごいそういう二人で、うん、なんかこうなんだろうね、生活とアートの境目がないっていうか、うん、いい
絵を描くことと、うん、普段のなんかこうご飯食べたりなんかしたり、うん、魚釣ったりとかのなんか境目がなくて、うん、いつもふわって遊んでて、魚釣るのもアートな釣り方するの？いやアート、そんで魚釣るのもすごい素朴だったよ。なんか棒に糸引っ掛けるだけとか、うん、あと鳥を取るのも、うん、あの枝のこう Y 字になってる枝のとこにゴムをぐるぐる巻きにして、うん、石でパーンってやって飛ばして鳥当てんの。それ当たるんよ。すげえ、めちゃくちゃ上手。原始でしょ、原始。そんなの漫画の世界に。漫画の昭和の小学生が遊んでた遊び方。それを今もやってるから。そう、それ一緒に作ったんだけど、その Y 字の枝のとこにね、ゴムつけてパンってやるのとか。すげえな。あの棒に紐くっつけて魚釣りとかもやったけど、ね。なんか何でも自分たちで作っちゃうのがアートな感じもするね。うん、そうだからアートっていうか、普通なんか別になんかこう、ね、本人たちもあんまりアートって基本的に自分たちで何でも作っちゃいそうな。あとなんかね、町の人たちはね、あの、うん、電線とか切れたら自分たちで手でひっつけてるから、みんななんかね、何でも直しちゃうし、何でも作るし、水道が、うん、水道管が壊れても自分たちでつなげちゃうんだろうね。ああね、水道管壊れてるの見たことないけどね。あの、うんうん、東電とかは見たことあるけど、あの、うん、電線から勝手に電気取ってくるとかは聞くけど、電線自分たちで直すのも普通にできるんだね、そういう人たち。そう、よくね、街の中でそういうの見たりする。インドにいると。そう、だからなんかね、マユルトとシャールはそんな感じで、なんかこう、あの、日常の生活と絵描くのが地続きっていうか、うん、なんかこう、どんな絵はだから、そう、さっき言ったみたいな、そのワルリがね、その、祈りに近い絵って。言ってたよね、うん、そうだからその生活を描いてるのに祈りの絵なんだね。多分それは自然になんか彼らがそういう人たちだから描いてる絵がそうなるのかなと思って、うん、どんな人なの？うん、なんかだからずっと遊んでるんだよね。あの例えばそうあのなんか例えばどっか行って、うん、山とか行って歩いてて、うん、石があったらなんか喋りながらずっと石積んでるとかそうなんかこう上手にこうバランス取りながら石積んでると気がついたら喋ってるけど石がきれいに積み上がってる。すげえ。だからなんか遊びなんだ。それ遊びの延長みたいな感じで、でもすごくアートをめちゃめちゃ大事にしてるんだけど、うん、そこの境目がないっていうか、うん、そうそうそう、なんかそんな感じでね、なんか絵を見せてもらったんだけど、うん、すごくこうなんか祈りとか無とか愛とか、うんうん、あんまりなんかね、あの嫉妬だったり欲望がない透明な、すごくクリアな絵だったのね。あ、そう、透明感あるよね。なんかどういう思いの人なんだろうって思って、そうそうそう、なんかね、だから思いっていうか祈ってってるような感覚なのかなと、うん、祈りが日常なんだよね。そうだから感情とかじゃないんだと思う。息をしてるだけで祈ってるような領域の人たち。なんか私も24時間体制で祈れたらいいなとは思いながらなかなかできないけど、うん、息するだけで祈りとかになったら、うん、多分作るもの変わってくるよね絶対に。そうだね。なんかだからそれも力が入ってなくて、うん、多分普通、多分子供の時からそういうシンプルな生活してるから、うん、そうなってるんだろうなと思って。そうなんだ。じゃあ、引き続き、ね、ウォールアートフェスティバルで、うん、日本人の松岡亮さんっていう画家さんがいらしたらしくて、うんうん、この方はどんな絵を描かれる方なんですか？松岡亮さんは、マイルトとシャールとはまた全然違う、うんうん、カラフルな絵を描く人で、なんかさっき言ってたゴンド画にちょっと近いのかな。ああ、そうそう、ゴンド画はね、インドの絵で土着、そう、ゴンド画っていうのは土着な、さっきのワルリ画と比べて、そう、ワルリ画と比べてすごい対照的に、うんうん、カラフルで線が、うん、ラインが太くて、へ、すごいいろんな色彩を使ってて、で動物とか植物がね、あのメインになったりする、すごいこう土臭い感じの絵なんだけど、なんかあの、うん、オーストラリアのアボリジンの絵を綺麗、もっと、うん、あの綺麗にした絵っていうか、なんか原
士の人が描く、あのネイティブアメリカンの絵をもっとなんかこうカラフルな色にした感じってイメージを見ました。あの 見させていただいて、あ、ゴンドがね、ゴンドがそんな意味、あ、そう、まあ、ゴンドはとは違うけど、うん、松岡亮さんはやっぱりカラフルな絵を描くんですけど、うん、指で、うん、あの線、指で指で絵を描いたり、筆じゃなくて、そうそう、指でね、手でね、指で絵を描いたりとか、あとは刺繍、うん、刺繍を作品にしたりしてるアーティスト でそう、りょうさんと2016年一緒だったんだけど、うん、あの描くときに一番最初、本当その壁、壁、うん、壁に一本目の線を描くとき、すごいかっこよかったんだよね。一、うん、本目の線をシャッて描くときのその体の動きっていうか、うん、線がそのなんていうの、空間を走るみたいな、その動きがなんかこう入ってる時の空気感とか、その線の流れとかが見てるとどんどんなんかその私の体になんかこう入ってくるっていうか、線が体に入ってくる、そうなんていうの、線ライン、描いたラインが、あの同じ動きが私もなんかこうシンクロしてくるっていうか、どんどんやっぱ絵描いてる人って体を使って描いてるから、あ、そうなんだ、ミュージシャンもそうなんだけど、うんうんうん、ダンサーみたいだなと思う時あるね。特に大きい絵だから、ちっちゃい絵だとさ、ほら手元だけだけど、うん、私漫画描くから ずっとなんか腰が痛くなるような、う、ね、ずっとこもってずっと小さい紙に英語とか B4 の紙にずっと描いてるから動かないけどそうそう、壁画だから体動かすんだもんね、ダンスだね。そうそうそう、あのね、描けないからさ、うん、そうすると踊ってるみたいなんですよ、本当に見てると。でもそれがめっちゃねセクシーだなと思って、でその踊りがこうだんだん私の体に残って、残像が残って、うん、で りょうさんの絵が描き上がった時に、うん、私はそのりょうさんの絵の前で踊ったんですけど、へ、その自分が踊った時もやっぱりりょうさんが描いてた時の空気感もすごい残った状態で踊ったっていうか、は、体に入ってて、そんな感じだったですね。それはなんか、そうそう、音楽で踊るとはよく聞くけど、うん、絵で踊った感じ。そうそうそう、絵で踊らされた、絵と踊るね。そう、不思議よね。不思議だけど不思議じゃないんだよね、全然。へ、なんか絵って平面なんだけど、なんていうのかな、その絵ってその、うん、まあ、壁だとしたら、そうだよね、1本目の線を描い、 2D だもんね。そうそう、うん、ね、二次元だけど、一本目の線を描いて、こう描いて足していって、最後描き上がって、一応やめるじゃないですか。やめるとこまでのその時間軸とか、その人が描いてる時のその空気感とかが、そのストーリーがあって、でも絵は一応描き終わってるんだけど、なんかそのとどまってないっていうふうに私は思って、1本目の線から途中経過があって、ラストがあって、描き終わってもまだ終わってない。そう、なんか終わってる感じがしないのよね、どの絵見ても。描き終わってもまだストーリー、あのなんか人に見せたりとか発表するから、まだストーリーが続くみたいな。そうそうそう、なんか終わってる感じがしなくて、いつもどの絵見てもなんかそういう感覚を感じるんだけど、なんかでもさっき言ったの、絵は平面だけど踊ることで立体化するとか言って、そうなんですよね、なんかそんな感じで、だから絵と踊る時っていうのは、そのなんか絵の中の、そういうものを私が吸い取って続けて踊っていってるのかなっていう感じで、そのなんか踊りっていうのはなんかそういう景色とか風景とかを動かす役割なのかなと思って。カエさんは名前がカエっていう、南カエなんだけど、加えるに絵で、っていう、加えるっていう感じに絵でカエなんだけど、絵を動かしたりする、加えるにもなるし、カエはチェンジでもあるからそう、それ初めて言われた。 それでは最後に、今日もおすすめの曲をお届けします。今日の曲は越中富山の五箇山の民謡、祭りのクライマックスで歌う和踊りの歌、木蓮尊者地獄巡りという曲を歌と笛で、演奏はパーカッショニストのガマオイルさんです。ではどうぞ。
Yes.